楽屋の花澤です。今日は視力回復マッサージを動画で紹介いたします。まず両手の親指を目頭、まぶた、上まぶたの目頭寄りの付近ですねを両方の親指で押さえて、分かりやすいように横を向きますが、ここから体を前に倒して頭の重みでつぼ刺激を行うような形になりますね。ふーっとうの口の形で息を吐きながら体を前に倒します。ふー、吐き切ったら息を鼻から吸いながらゆっくり大きく吸い、深く吸う感じですね。吸いながら体を起こします。そして今度は下まぶたですねのくぼみにこの2本の指を当てがいまして、同様にまず体をふー、息をふーっとうの口の形で吐いて、吐きながら押して、吐き切ったら吸いながら体を起こしてくるということですね。はい、次は、眉の真ん中ですね、そのあたりの、まぶたの際のところですね、この眉の骨の当たるところの中央部分を両手の親指で押しながら、はい、同じように息を吐きながら体を前に倒してグッと押し込んで、そして吐き切ったらスーッと吸いながら体を起こしていきます。この時に目に酸素を送り込む、十分に送り込むんだというようなイメージを持つとより効果的ですね。最後にこめかみ部分を、このような形でもいいですし、このような形でもいいですが、こめかみ押しやすいようにぐーっと押しますね。このように手を組んで行うと楽に両方同時に同じ圧で押せますね。はい、いずれもリラックスして、ゆっくりと行ってください。以上です。